巡洋戦艦、巡洋戦艦、巡洋戦艦は強力な攻撃力を持つ大型巡洋艦を指す。戦艦と同等の大口警報を持ち、戦艦よりも長大な艦型で大出力機関を搭載し、高速性能を持つ。装甲巡洋艦、アーマードクルーザーを発展させた艦種である。第二次世界大戦までは戦艦と共に主力艦の扱いを受けた。 同時代の戦艦よりも建造品は加算だ。この種の艦を1908年に建造したイギリス海軍の定義では戦闘巡洋艦、すなわち抗議では巡洋艦で攻撃力は戦艦に匹敵する艦種を指す。高速力を持つが防御力は走行巡洋艦と同等のままである。各国の巡洋戦艦は下記の共通的特徴を持つ。 巡洋戦艦は、イギリス海軍のジョン・アーバスノット、フィッシャー大将によって創造された艦種である。それは単に装甲巡洋艦の任務を継承するだけで、なく、同大将が実現した戦艦ドレッドノートの艦隊に、追犯するのにふさわしい偵察兵力として生まれた。フィッシャー大将の考えた、巡洋戦艦の任務は、以下の5つで、同等の巡洋戦艦とも戦わない前提だった。 日露戦争の公開海,海戦1904年と日本海海戦1905年では日本海軍の有力な装甲巡洋艦8隻、例、出雲が戦艦4隻、例、三笠と協力して活躍し大きな戦果を上げた。だが日本海軍は装甲巡洋艦の攻撃力に不満を持っており戦艦の砲力からと巡洋艦の速力を持った大型艦。 代償として防御力は重視せずを建造、巡洋戦艦の元祖たる筑波型装甲寿命艦、筑波、イコマが誕生した。イギリス海軍は蒸気海戦での戦艦手法の威力、また同時に中間砲の遮断観測の困難さを重要視し、中間砲を廃止して手法後継を統一することにより、手法を問数にして従来の2倍以上。 従来型4門に対して10問、片弦8門を持つ戦艦、ドレッドノートを1906年に建造した。これと同時にこの考え方を走行巡洋艦にも適用して洋上で出会うあらゆる巡洋艦を撃滅しうる強力な超走行巡洋艦が必要であると考え、1908年に同じ30.5センチメートル連装砲4機8門のインビンシブル級が誕生した。 建造当初はこれらの艦は装甲巡洋艦に分類されていたが、戦艦並みの火力を有するインビンシブル級は1912年に巡洋戦艦という新しい艦種名に分類されることとなり、後に筑波型、クラマ型もこれに分類された。イギリス海軍において土球戦艦の性能は順次拡大され、 ど級戦艦から既存の手法口径を凌駕する34センチメートル砲を持つうど級戦艦へと発達するにつれて、巡洋戦艦もうど級巡洋戦艦へと拡大発展して行った。同時に、巡洋戦艦はイギリス以外でもドイツと日本混合型で続々と建造された。イギリス式巡洋戦艦の特色は、手法こそ同世代の戦艦と同等のものを、 搭載したが、防御装甲を走行巡洋艦並みに止めた代償に、走行巡洋艦を凌駕する高速性能を持っていた、ことである。というよりも、走行巡洋艦の法字からを、戦艦並みに引き上げた、超走行巡洋艦が、巡洋戦艦の発祥である、最初の巡洋戦艦であるインビンシブル級は当初は、走行巡洋艦に分類されていた。故に、英語表記では、バトルクルーザー。 直訳すれば、戦闘巡洋艦と呼ばれるのである。この考え方は、フォークランド沖海戦で、ドイツ装甲巡洋艦に対して、火力と速力の優位性により、見事なまでに達成された。しかし、ドイツ海軍も、また巡洋戦艦を建造し始めたことに対応して、イギリス海軍の建造したライオン級は、走行巡洋艦よりも、やや強力な装甲を持つが各かの土級戦艦や、 同格の巡洋戦艦の火力にも耐えられないものだった。さらに、主砲口径を38.1センチメートル連装砲3機6門に強化し、速力29ノット台を達成したレナウン級は、代償として、防御能力はインビンシブル級の時代に逆戻りしてしまうほどの軽防御であった。もっともこれは、戦時緊急計画に基づく建造機関の短縮による制約を受けたものである。 最終型のフットは第一次世界大戦の戦艦により一部の装甲のみ厚くし部分的には戦艦に準じる垂直防御を備えるに至った。このように巡洋戦艦は結果的に巡洋艦というよりも高速戦艦に近い艦手に発展していったため、 時間の搭載する手砲弾の攻撃に耐えられるだけの装甲を施すのが戦艦のセオリーであるが、それを満たさない艦が、巡洋戦艦という定義が広まったが、あくまで後付けの定義である。ただし、こういった後付け定義が広まる以前は、ガングート級戦艦やクイーンエリザベス級戦艦など、防御力を妥協して、速力を優先した艦も戦艦に分類されている。 後付けの定義が広まった以降は、ドイツが戦艦として建造したシャルンホルスト級を、その防御力の弱さを理由に英国は、巡洋戦艦に分類している。ドイツ海軍における巡洋戦艦の設計思想は、当初から英国巡洋戦艦に直接対抗すべき艦として計画されていた。つまり、最初から巡洋戦艦との戦闘を考慮して設計されていたが、 自国の大口径砲手法及び、ボイラー技術、大型艦用、タービン式の製造能力の遅れなどの要因から、イギリスの同種艦と比べてコンセプトは若干異なった。ドイツの巡洋戦艦の特色は、同時期建造の戦艦より一クラス昇口径の方を選択する反面、防御能力は自国の装甲巡洋艦以上で、むしろ戦艦に次ぐ走行圧を持っていた。 ドイツ巡洋戦艦の核武装甲の厚みはイギリス巡洋戦艦を上回りイギリス戦艦の装甲圧に匹敵していた。これによりイギリス巡洋戦艦と正面切って打ち合って敵艦からの飛弾に耐えつつ敵艦を確実に撃沈し得る方力を備えるに至りこの考え方はユトランド沖海戦では一定の成果を証明した。が結局戦艦との砲戦では早期に戦闘力を 失うなど、限界もまた露呈し、また、巡洋戦艦本来の特徴であるはずの航続力、長期航海のための居住性に関しては、イギリス巡洋戦艦に劣っていた。なお、ドイツ海軍においては、巡洋戦艦は、特に新たな類別等級を設けることなく、従来からある、大型巡洋艦、グロサー・クロイツァーにそのまま分類された。これは、リスク論理に基づく、 国会予算上に制定された法律である艦隊法によるもので、ドイツ海軍の大型巡洋艦とは、他国海軍でいう装甲巡洋艦と巡洋戦艦を含む艦種名である。また、イギリスのライオンキ機を元に設計されたのが、日本海軍の混合型、混合である、当時の日本の造船技術では独自で設計、建造に無理があったため、混合型一番艦、混合は、 英国ビッカース社で建造され、その設計図、造船技術をもとに、比叡、春名、霧島の三隻が日本国内で建造された。混合型は、ライオン級をベースに不具合を改善すべく見直されており、防御容量や艦内配置が大きく改め設計され、特に手法には、当時の主力戦艦にも採用していない35.6センチメートル砲を採用した。 混合型の設計経験をもとに、英海軍は、ライオン級4番艦として準備されていた、タイガーを、混合型をベースに設計を変更し別クラスとして、建造した。また、それ以前に、日本が建造した、つくば型、クラマ型も、走行巡洋艦よりも強力な防御装甲を、持っており、後の88艦隊型巡洋戦艦も、比較的重防御であって、一貫して、 主力艦隊と行動を共にするように考慮されていた。バトルクルーザーの和訳としては、巡洋戦艦という呼称は適切ではないが、この日本海軍の使用目的に従えば、巡洋戦艦という用語は適切であると言える。ただしその日本海軍も、当初は、つくば型、クラマ型を伊等巡洋艦に分類しており、巡洋戦艦のコンセプトとしては、装甲巡洋艦の強化を、出発点としている。 巡洋戦艦は強力な砲力を持ち、高速力を有するゆえに、戦艦よりも使いやすい艦手として活躍する機会が多かった。この2回の戦闘で巡洋戦艦の有用性と走行巡洋艦の時代遅れが明らかになった。第1次大戦の戦艦からイギリス式設計の巡洋戦艦の防御力は実戦では危険気はあまりないことが明らかになり、建造中の フットや設計中、日本の88艦隊の甘木型巡洋戦艦は、大幅な解説系が行われた。また、第一次大戦後に残った各国の巡洋戦艦は、軍縮条約の制限下で、戦艦による防御力強化の改装が行われた。特に混合型巡洋戦艦は、第一次改装によって、艦艦防御と水中防御が強化された代償として3000トンも、 重くなり、速度が27.5ノットから25ノットまで低下、艦種を戦艦に変更されてしまった。しかし、既存の日本戦艦に比べれば弱防御のままであり、低下したとはいえ速度は従来のドイツ巡洋戦艦並みである。混合型は、この後、第二次回想で機関出力を二倍に強化し、速力30ノットの高速戦艦に生まれ変わった。混合型戦艦、 海藻春長田戦艦は、アメリカやイギリスの大型巡洋艦と交戦することを、機としていたが慣例を重ねており、日本海軍は超高型巡洋艦の建造計画を、進めた、丸5計画、丸6計画。英国のレナウン級、レパルスと、レナウンは、第1次海藻、原則走行が 152mm、229mm に、mm、増強が実施され防御力が強化された。 さらに、ドイツの海軍増強に対応するため、新戦艦の技術を用いた第二次改装が計画されたが、レナウンの改装後に第二次世界大戦が勃発したため、レパルスは改装する機会を失い、そのまま実戦に投入された。艦歴が比較的若く、基本性能が優秀であった、フットは大規模近代化改装どころか軽度の改装すら引き延ばされ続けたために、 対空火器の強化程度で実戦投入された。第二次世界大戦には日英合わせて7隻の巡洋戦艦元巡洋戦艦が参加したが、終戦まで生き残ったのは英国のレナウン。1948年に売却だけであり、防御力を強化したといってもやはり脆い艦種であった。しかし、日本の混合型は主力艦で唯一30ノットを出せるクラスとして、 あるいは最旧式の戦艦として出ししみせず、酷使されたが、ゆえの全損失とも解釈でき、一概には言い切れない。なお、混合型は、改装時の速力低下に伴い戦艦に分類されているため、第二次改装で、速力は向上するも、巡洋戦艦に分類されず、分類上は、元巡洋戦艦である。各艦の最後は次の通り。数字は、完成年。 完成時の排水量、速力、手法、減速走行厚さ完成感のないクラスのみを列挙、ただし計画のみのものを除く。数字は一番換気後年、完成時の予定排水量、予定速力、手法、減速走行厚さ。廃線のため中止、ワシントン条約により、廃棄、ワシントン条約により、廃棄、ロシア革命のため中止。 第一次大戦終了後から第二次世界大戦までは、ワシントン軍縮条約の制約と、経済強行の影響で、大艦巨法主義は一時中断となった。この時期に、ドイツが建造した、ドイッチュラント急走交換、ポケット戦艦は、1万トン台の排水量でありながら、全大戦時で、巡洋戦艦に多用された28センチメートル砲を、持ち、各国の戦艦よりも、 高速の26ノットを発揮した。このクラスに対してイギリスは、巡洋戦艦で、対抗可能であったが、巡洋戦艦を持たないフランスはこれに対抗するため、既存の戦艦よりも高速な、ダンケルク級戦艦を建造した。主砲の33センチメートル砲は、新型の長方針砲であり、重量級砲弾と相まって、イギリスの38.1センチメートル砲に、 匹敵する攻撃力を持っていた。また集中防御方式による堅牢な防御はメルセルケビール海戦において能力が実証された。こうした艦は防御力と高速性能を重視し手法口径をやや小さなものを選択するという意味で第一次世界におけるドイツの巡洋戦艦に類似する性格のクラスであった。ドイツはダンケルク級に対抗するためにシャルンホルスト級を 全球の末ン全球をベースに設計した。しかし、ベルサイユ条約による制約と、手法開発の遅れからより長方針となったものの、威力に欠けた 28cm 砲を搭載せざるを得なかった。また、艦隊の設計開発においても立ち遅れ、近距離砲専用の垂直走行の防御性能は、数値上では、一応時間の 28cm 手法弾に、 耐えられるものを持つが、現実には、主装校の上下幅が非常に狭く防御範囲が限定されるために劣っており、また遠距離砲線や爆撃に対抗するための水平防御はさらに劣るという、いささか前時代的なコンセプトのクラスとなってしまった。最後の巡洋戦艦と呼べる艦は、アメリカが建造したアラスカ級大型巡洋艦で、これは、 ドイツのシャルンホルスト級と日本の信頼型巡洋艦計画、アメリカは情報分析によりこの計画を察知したとされるが、完全な誤報で日本にそのような県艦計画はなかったに対抗するための計画艦であり、手法は30.5センチメートルだが、重量級砲弾を50口径の長方針砲で打ち出すことにより、遠距離での貫通能力を高めた。 もちろんアラスカ級はその主砲口径、装甲圧、速力を他国の巡洋戦艦と比較して、類似点が多いことをもって、巡洋戦艦と呼べる存在であったものであって、アメリカ海軍自身はあくまでもアラスカ級の種別を大型巡洋艦としており、巡洋戦艦とはしていなかった。なお、アラスカ級は艦隊護衛の防空任務にのみ投入されて、水上戦闘は行っておらず、 巡洋戦艦としての実戦能力は不明である。最終的に防御力を改装で強化した巡洋戦艦と速力を設計段階から重視した新世代の戦艦とは性能的に大差ない存在となった。ワシントン軍縮条約明け、日本の脱退に伴い、イタリアのビットリオ・ベネト級、ドイツのビスマルク級、及びフランスのリシュリュー級と、 30ノット超方針15インチ砲搭載の4万、名目は3.5万トンクラスの建造競争が続いた。最後に、その集大成といえるアメリカ海軍のアイオワ級が建造された。アイオワ級は火力に見合った防御を有していない艦、戦艦でありながら巡洋戦艦的性格が残っている艦という表もある。しかし、後戦国の戦艦が戦没して消滅し、 アイオワ級の防御は検証されることなく終わった。また戦艦そのものが、独力で、航空打撃力に講し得るものではなく、コストパフォーマンスと運用の悪さからも、時代遅れの存在と化し、順次消えていった。旧ソ連海軍のキーロフ級、ミサイル巡洋艦は、排水量では出現した、当初の巡洋戦艦を上回る大艦であり、全海軍年艦において、 巡洋戦艦に分類されている。しかしこれは、現代的なミサイル艦が大型化したものであって、上記で紹介された第二次世界大戦までの巡洋戦艦とは全く性格が異なる艦である。ただし、現代水上艦としては珍しく装甲防御を施しており、その意味では巡洋戦艦的と言える。イギリス海軍における巡洋戦艦の監視略号は、 バトルクルーザーの二文字を取って、BC である。アメリカ海軍は、巡洋戦艦の艦主略号として、イギリスとは異なる。CC を定めていたが、巡洋戦艦として完成した艦を保有したことが、ないので CC を付けられた艦は存在しない。アラスカ級は、大型巡洋艦、ラージクルーザーを略し、ただし CL はすでに軽巡洋艦。 ナイトクルーザーに用いられていたタメビックの B を後ろに付けて C ビートされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。